丸山道路でございます。でも4日間動き続けるという。で帰る。もうここ逃げるなと。元太の変な形、変ってこの形。ああ、そういう感じですね。なんかみんな変なやつばっかりやけど、はい、だいぶ変なやつで引っ張ってるけど、はい、決まった。元太と変な仲間たち。道という道は皆ゴールへとつながってる大概の問題。こんにちは、元太です。今日は元太と変な仲間たち、イエーイ。早速変な仲間に登場していただきます。今日の変な仲間は上山道弘くんです。どうぞ。ありがとうございます。上山道弘でございます。いやもうついに僕も来ましたよ、森ゲンタテレビ。いつも見てますからね、僕。嘘つけ。ガテン系のオタク。いや、見てマジで来ますよ。あのプロレスやね、釣りや、野球や。釣りやまで上げたら今後上げていこうと思ってるけどね。そんなことやって、ほんまに。いや、本業は音楽ですけんが、今日たまたまね、YOU という仲間のシンガーソングライターのイベントにお互い出演させてもらうということで、そうです、ね、崖で一緒になって。あ、じゃあ光弘の話はみんなに聞いてほしいかなと思って。あなたは何者ですか、そもそも。僕ですか、うん、もう今はね、初夏であり、まあ、ランナーであり、ランナー、まあ、ラッパーでありと、ラッパー、まあ、3つの三足のわらじを履いている状態ですね。え、日本語上手よ。いやいやいや、日本人っす。はい、あの神様の発注があと1個遅かったら多分違う国に生まれたと思うんですけど、ギリ滑り込んだ形で日本人さん。なんかマジ語で神戸に生まれたんですけど。そうそう一番光弘がその皆さんにね、皆さんに聞いてほしいことってな。まあでも今やったら山乗ってきましたんで。山、あの丹波100って言って、丹波 100マイル、175キロ。あ、100マイル、100マイルなんですよ。175キロ、累積15,000メートル、世界で最も過酷って言われてる、トレイルランニングっていう山のレース、山岳レースに僕ついこの間出てきたんですよ。道じゃなくて山の。そうです、そうです。獣道というか、獣道です。まさに山を走るってこと。そうです、そうです。100マイル、175キロ、175キロ、まあ、4日間、まあ、踏み入る級で4日間踏み入る続けるという。これ変人テレビにふさわしいでしょ、この変すぎる、もう変な仲間たちのもう、うってつけない。そうですよ、はい、そうなんです。だからそれに行って、まあ、ついこの間帰ってきたところなんで、まあ、今一番ホットなのはその話ですね。まだ誰にもできてないんで、あんまり。へぇー、いつ行ったんですか。それは12月の、何日だったかな。今日12月4日です、収録日。あ、じゃあ11月ですか、11月の26、27、28、29の4日間で選手あったんですよ。はい、でまあまあ行ってきたわけなんですけど、まあやっぱりでもね、やばかったっすね、山は。まず町長さんが大会前に挨拶するんですけど、町長さんが一番言ってたんが、熊に気をつけろって。あと熊に気をつけろって言った後にもう一個言ったんが、それを狩る漁師に気をつけろって言ったんですよ。撃たれないようにしてっていうのと、クマに狩られるのを気をつけてくださいっていう。うわ、だからその中を本当に真っ暗な山の中、ヘッドライト1個の頼りにやっぱりこう走り続けるという、まあレース4日、不眠不休。はい、え、食べ物とか飲むの。まあ基本的に携帯して、え、自分でリュックに入れてから入れるのと、あとエイドで振る舞いというかあるんですけど、まあ、基本的には補給食を自分で持っていくっていう。すごくあんな。え、んで結果はどうなの。結果はまあ僕は70キロ地点、まあ、70キロ、まあ、30時間ぐらい過ぎて、まあ、僕はリタイアを決意したっていうか。もう体が限界だ。いやもうほんまにシャドウが 60% 超えてきたら。シャドウ 60% 超えると、ここで90倍。はい、こんくらい。そうです、これで60%。もう一回一度ゲットされてるんですけど、こうじゃないですか、こうなんじゃないですか、体感はこうなんですよ。こうなんですか。いやもうほんまに真上に登っていく感じで、で1日目晴れとったんですけど、もう明け方ほんまに20、まあ、10何時間走って、まあ、暗闇を抜けて明け方が一番寒くなるんですね、寒さと。そこでもう雪が降ってきたんで。雪、はい、雪と雨が降ってきて、まあ、そうなると路面の状態がもう一気に変わるんで、このほぼ90度的な感覚が
泥まみれで、ドロドロかい、登っても登っても落ちて、また登っても登っても落ちてっていうのを何回も繰り返すみたいな感じだったんですね。もうランニングって追悼けど全然ランニングじゃなくて、いやもう全くランニングちゃいましたよ。サバイバルね、アドベンチャーレースなんです。はい、そんなん行ってきて100マイル、まあ、でも70キロ地点で、まあ、次77キロ地点に向かわないとダメなんですけど、そこがもう吹雪いてますと。吹雪いてます。吹雪ですと。11月末に、はい、でもう僕は初めてのレースがそのレースだったんで、まあ、かなり無謀だったんですけど、まあ、もう生きて帰るっていうのが、まあ、僕の至上命題やったんで、生きて帰る、はい、もうここで終わりますって言って、まあ、結局レース開始で30時間ぐらいにリタイアを決意した感じでした。フェイスブックでね、生きて帰ることって書いとったもんね、はい、で、うん、玄関くぐった途端ぶっ倒れましたって書いてたもんな、うん、うわーすごい。いや、道だって100日連続フルマラソン、はい、達成したもんね。そう、まあ、それは走ったりとか、そのあと今度は100日連続100キロマラソン、まあ、それはね6日目とかでリタイアしましたけど、いや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 、まあ、それぐらいはまあ走れる僕でも、あ、平地やろ、平地をそれだけ走っとっとに山は全く違いましたね。牙を抜きましたよ僕に平地で100マイルやったらいけとったろきっと。平地の100マイルはまあまあ多分いけると思う、160キロぐらいまでやったら、道やったら行くとやろうなと思う。うっそろ、そん完走する人おると。あ、でも38人参加して24人は完走してる。でも24人はもう、まあ、リタイアした人も含めて、まあ、みんなスーパーマンみたいな人ばっかりです。僕以外は。いや、そうよな、はい、それぐらいはレベルの高い過酷な大会でしたね。なんでそもそもみんなも思っとるとやろうよ、なんでそんなん挑戦するとってぜひ聞かせてください。思ってきた。いやでもね、ここ見ながら行こう。でも準備期間も含めレース中レース後めちゃくちゃ楽しかったんですよ。楽しかった、楽しかったです。だからなんか自分が、まあ、このレースの招待が来た時に、まあ、僕はその断るのが筋というか、自分の経験値であったりとか走力とかっていうのを含めて全然断っても全くおかしくない案件なんですけど、招待制なの？一応ね、審査制です、はい、誰でもできる出れる大会じゃなくて、まあ、書類出して通るかどうか、通るかどうか、で、まあ、僕はそれ声かけていただいて、まあ、出して通って、まあ、走るってなったんですけど、でもね、頭で考えたんじゃなくて命が、俺の命が行きたいってなりましたね。これちょっとかっこよく言ったら、いやでもそういうことやろうね、はい、もう頭ではノーなんですけど、僕のマイライフ、ここがもう腹がここっす。そこが言うたったよ。そうそうそう、行けと。そこが言うたっす。逃げるなと。逃げるなと。ここがでもね、言ったらもうダメっす。ここが言ったら行くというルールなんです。そうね、はい、その気持ちは弱い。ほんまにもうそれで行った感じですね。なるほど。いやすごかな、ちょっといっぱい聞きた話もいっぱいあったけどね。次はね、次なんかすっと、次はね、200キロのウルトラマラソンですね。平地はね、それは命が道という道は皆ゴールへとつながってる、大概の問題は問題ない。